皆さんこんにちは、大人の保健室チャンネルの金浦です。今日もイースト駅前クリニックさんがコラボしているセクテクさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していきましょう。今日のテーマは何ですか？はい、今日のテーマは本命彼女だけにやり続ける彼の行動あるある5選です。なるほど。本命彼女だけにやり続けるってことは、はい、もうまたかけてんじゃないですか。なんか女性からして彼は私のことを本命と思ってるんだろうかっていう、疑わしい時にこれを見て、あ、私本命なんだなとか、あ、違うんだなとか、そういうそんな悪いやつと付き合っちゃいあかんし、なんかそういうふうに思ってなかったけど、この子が本命なんだなみたいな、本命だったんだ、気づいちゃう場合もあるかもしれない。ちょっと見てみましょう。はい、見てみると気になる。はい、こんにちは、ゆいです。今回は本命彼女だけにやり続ける彼の性行為行動あるある5選をお伝えしていきます。男性にとって本命の彼女と本命でない彼女では性行為での対応が大きく違ってくるのです。男性が本命で本気の女性に対して行い続ける行動あるあるを男性心理をもとに5つお話ししていきます。愛あるピロートーク。男性にとって快楽を満たすことが最優先となり、目的である射精を達するために行為前と行為中はとても優しい態度で言葉をかけてくれます。しかし行為後は性欲がなくなり、無気力、冷静、睡魔など男性の体に大きな変化が起こるのです。この状態を賢者タイム、不起きといって、人に備わった機能の一つとして仕方がないことであり、興奮が冷めてしまうのです。これはほとんどの男性が避けられないことであり、この時の態度こそ男性の本音がわかるのです。そうですね。行為後はすぐに寝てしまったり、違う行動をしていたり、冷たい態度になってしまう場合は、性欲、目的が解消されたことにより、行為前の優しさの必要がなくなってしまったんですね。ですが行為後でも優しい言葉をかけてくれたり、気遣い、思いやりがある態度を継続してくれているのならば、性欲がなくとも感謝や愛情を相手の女性に対して抱いていることがわかります。けどなんか、はい、まあ、若かりし頃ですけど、はい、心当たりありますね。終わった後はもうどうでもいいやみたいな、うん、あ、実際にあるんですよね、こういうもう終わったらもう帰ってくださいみたいな、うん、もう興味なくなっちゃうみたいな。めっちゃ興味あったのに興味なくなっちゃうみたいな、はあったかもしれないですね。かかりし頃ですけど、本当に。じゃあもうこういうピロートーク的なのも、うん、全然する気になんないみたいな。あ、全然なんないです。へえ。だから彼女、高校生とか彼女だったけど、なんかしちゃったら、うん、あ、もう別に彼女じゃなくていいやみたいな。ひどい。ね、ひどいっすね。最低ですよ。いや、多分けど若いからなのかな。まあ若いよ。選択肢が多すぎ。そうです、ね。その学校に女の子が多いから。ひどい。かな。確かにこういうのってなんか年齢分かってきますよね、うん、本当に好きな子に対してはちゃんと言った方が分かるんだなみたいな。なので彼女に対して性欲だけで行動しているのか、愛情もあって行動してくれているのかが行為後の賢者タイムの態度で分かりますよ、はい、イチャイチャする前戯、うん、性行為中に手をつないだり頭を撫でたりギュッと抱き合ったりと、うんうん、コミュニケーションで2人の関係性を育む前戯を行い続けてくれる男性は性欲解消がファーストではなく愛情を優先としてくれている行為になります。男女を比較すると男性はオーガズムなど快楽重視ですが、女性の方は親密さなど精神的な距離を重視する性質があります。男性が本能的な行動をするのであれば、イチャイチャする前戯をし続けるよりも早く快楽重視の行動をしたいんです。ですが初期の頃の性行為と同様にいつも優しい前戯で丁寧に行ってくれる男性はパートナーに対して思いやりを持ち続け、まあ、愛情があることがわかりますね。雰囲気を大切にしてくれる、うん、男性は視覚的、聴覚的な性的刺激によって興奮を得られやすいため、うんうん、性行為ではそこに至るまでの雰囲気がそこまで重要視されません。そうなんだ。しかし女性の方が性行為に至るまでの過程だったり、うんうん、性行為をする場所や雰囲気に満足度が大きく影響します、うんうんうん、なので男性にとって目的となる性行為を達するためにデートをしていい雰囲気になってから性行為をし続けるのは出会い当初はしてくれていたとしても、うんうん、かなり面倒に感じる人もいるのです。雰囲気を重要視しない人って逆にどういうこと？もう最初から作り行こうぜっていう、作り行こうぜみたいな思ったんですけど、逆もしかりじゃないんですか？女性からそう、あ、っていう人もいないですか？中にそういう人もいる、うん、いますよね。いないことはないかも、うん、なんかその多分結局することはするんだから、はいはい、その前にデートとか
行くの嫌、めんどくさいなみたいな人はいるか、そこ短縮しちゃうみたいな人もいるかも。ただのステータスにしたいみたいな。確かに確かにそれはあるかもしれない、うん、そう、男性に限らないかもしれない。そうですね、うん、夜ばかりに会いたがったり、きちんとしたデートを省こうとばかりする場合には、相手の女性に対して性欲解消目的であり、本命でない可能性がありますね。一方、本気で好きならば、性欲解消だけでなく、一緒にコミュニケーションをとって素敵な雰囲気を作ってくれる場合には、パートナーを大切にしており、本気であることがわかります。心配や思いやりがある、うん、出会い初期は性行為で痛くない強くないかなのように、パートナーに対して配慮を持った行為を行ってくれる方もいます、うんうんうん、しかし徐々にパートナーに対して自分の快楽を優先した行為を行うようになっていき、雑な行為になるようなら、女性に対する気持ちが愛情よりも性欲の方が強くなっている一つの証拠になります、うん、男性にとって性行為はコミュニケーションよりも快楽重視となりがちですが、いつまで経っても思いやりを持ってくれているのならば、より大切にしたい気持ちが伝わってきますね。立派ですよ。そうなんですけど、これ若い頃って愛情表現の仕方が分からなくて、はいはい、とりあえず会った時はイチャイチャしちゃうみたいなことってないですかね。でもそれは別にありだ。だからその、で、分かりません。なんか単純にセックスがしたいだけだったら、はいはい、そのイチャイチャする感じもなんか分かります？なんか分かる分かる分かる。そこから直結するイチャイチャしかしないじゃないですか。はいはいはい、はい、なんか単純に好きだったり、なんか単純にその2人でいるのがなんか心地いいとかだったら、はいはい、なんかセックスに直結しないイチャイチャ、なんか料理作ったりとか、なんか買い物行ったりとか。はい、そういうのを楽しんでやってる、うんうんうん、なんか愛情に重きを置いてるじゃないかなと思うんですけど、ね、まあ、女性側も悟れますよね、うん、やり取りで、うん、でそこに妥協して付き合うパターンもありそうじゃないですか。パターンもあると思う、ね、女性からしたら、はい、男性が夜誘ってくるイコールもそうだけど、うん、まあ、ご飯行って、まあ、女性も性欲がないわけじゃないんで、普通に、ね、女性もそれをしたくないわけじゃないから、うん、なんか男性からそうとしか見られてないって分かってるけど付き合っちゃう。そうそうそう幸せだ、俺でも付き合ってるけどけどなんか未来が絶対ないなって思う人と付き合うこともありますよね。いや、まあまあまあないことないですよねだって多分俺もそこまで考えてなかったですよ、昔の恋愛で。そうですよね、若い頃ってやっぱ逆にそういう方が多いかもしれない。なんか最初からもうお互いめちゃくちゃ好きでみたいな、うん、もうなんか別にそういう性行為がなくたっていいやみたいな、うんうん、いう方よりかはなんかできるだけなんか体重ねてみたいな。男はそのうち気づくんですよね、うん、あ、この人ちゃんと愛さなきゃいけないんだなっていうのって、うん、多分そういうことをやりながらなんか大事にしていこうっていうなんか切り替えの時が来るんですよそれそうですね。そう、結構そのタイミングで来てるってまちまちですよね。だいぶ若い段階から来てる人もいるし、はいはいはい、結構大人になってから気づく人もいるじゃないですか。そうですね。いや女性が体調が悪い、今日はそんな気分じゃないんだ、うん、と伝えて関係なく好意を迫るようなら、あなたのことよりも自分の性欲が最優先になってしまっていることが分かり、大切にしようとしていないのかもしれません。これな、名前を呼ぶ。お、男性は性行為でのリスクが女性と比べて少なく、遺伝子を多くの人に残したい本能的な性質から、うん、多くの女性と行為を重ねたいという心理があります、うんうん、なので本命でない女性、彼女に対して認識力も弱く、性欲を満たしてくれる一人の女性として認識しているため、うん、名前を行為中に呼ぶことが少なくなる傾向があります、ですがどうしても話したくない本命の女性に対してはその人しかいない、この子を手放したくないという心理からも、その人自身を強く認識するためパートナーの名前を呼ぶ回数が多くなる傾向があります。これでももうすでに複数人と並行してる人の場合っていうことかな。っていうこと。で、間違えることあります？そんな名前連呼しますそもそもえ、でなんか名前を間違えて呼んじゃって調べようみたいなのってあるんですか実際？ないな。いや、名前間違えて言っちゃうってだいぶ複数人と関係持ってないと不意に出ちゃうとか、うん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 、なんか本当にそういうことってあるのかな リアルで聞かないですね、あんまり ね。彼の性行為までの行動、性行為での態度を観察していくことで、うん、自分に対してどんな感情が優先になっているのかが分かります、うん、もし彼からの愛情が少なく雑に扱われていると感じるのならば、うん、今一度見直して話し合うことが大切ですね。そうだ、最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。
ていうことですね。いやー面白いですね。うん、まあ、けど分かるかな、そういう人ってそうなんだなって。なんか鼻からそういう態度の人だったらもうなんかこういうチェックするまでもない、までもないし、女性側もある程度悟ってる、よっぽどなんかもう周りが見えないぐらいぞっこんだったらっていう女性もいると思うんですけど、逆の立場でもあるかもしれない、はいはいはい、女性がいろんなね複数にとなんか持って関係を持ってて、この子は俺のこと本命なのかなみたいな悩む場合も多分ありますよね。けどまあ男って結構やっぱ性欲モンスター多いんですよね。ね、さっきなんか子孫を残すっていう本能があるから。そうですね、どちらかといえば、うん、セックスを目当てに動いてる人って多分多いと思うんですよね。まあそうですね、うん、綺麗事抜きでもうそこに純粋な子が巻き込まれちゃうと傷ついちゃう。なんか悲しいです。なんかその女の子がこんななんか彼私のこと本命なんだろうかって悩むこと自体が悲しくないですか。ね、悲しいですよね。そんなことさせんなよっていう。そう、だから恋愛後の前の信頼関係の築き方は別に恋愛以外でのコミュニケーションを見て測った方がいいですね。うんうん、そう、簡単に体を許しちゃいけない。許しちゃいけない。うん、女の子ね、勉強になりました。勉強になってほしい、はい、いや男性もね参考にしてください、はい、この動画が参考になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。